メキシコが韓国戦のラインナップに変化を与える可能性があるという現地報道が出てきた。メキシコのメディアは20日、オソリオ監督がラインナップに変化を与える可能性があると伝えた。メディアは、一部選手の体力管理のため、ドイツ戦と比較して3から4人交代する可能性があると説明した。またメディアは秋の、 ジェイドス・サントス、J ・コロナらの先発出場の可能性を予想した。一方、韓国とメキシコは23日夜12時、ロストフアリーナで2018フィファロシアワールドカップ F 組組別予選第2戦を行う。